皆さんこんにちは、ヒゲです。今日はね、あれです。これは一体何かと申しますと、ソロキャンプとかに使うお一人様用のね、ソロキャンプ用ミニテーブルなんですけど、実はこれを今ね、プロトタイプ1号で、作ってる途中なんです。一応これでもまあ使えるんですけど、まだ全然試行錯誤しながら作ってる状態なんで、作りも荒いし雑なんで、ちょっと見せるの恥ずかしいんですけど、これを最終的にね、もうちょっと試行錯誤しながら練っていって、ちょっとかっこいいテーブルにしたいなと思います。で、このテーブルはもう YouTube とかね、他の動画チャンネルとかで誰かが作ったのを真似して作ったんではなくて、完全オリジナルなんです。で、なおかつワンタッチかさばらない、あと軽量、まだ軽くはないんですけど軽量にしたい。で、登山とかにも最終的には持っていけるようにしたいなと思うんですけど、今のとこだとキャンプとかね、車で行ったりバイクで行ったりする分には十分、重さ的にも大きさ的にもいいのかもしれないけど、登山とかに持っていくとなると、これじゃ重すぎるし、まだ大きい、改良のうち随分あると思います。で、何がオリジナルかというと、まだちょっとプロトタイプなんで、ね、言い訳ですけど、あんまり作りがまだ良くないです。簡単にちょっと説明しますね。今はこういう状態で立ってます。これが汚いですけどね、これパタパタっとして、これをパタッと締めればこういう感じになるんです。これが収納状態ですね。まだロックとかもついてないんで、まだパカッとしますけど、寸法もまだ甘いんでちょっとあれですけどね。これが一応収納状態ですね。で、これが何がオリジナルかっつうと、見てください、ワンタッチなんです。この子供騙しのギミックみたいなもんなんですけど、これはどうやってなってるかというと、この部分ですね、左右、これゴムなんです。紙止めです。紙を止めるゴム、100均で買ってきたやつです。5本入りで100円の分です。それをこう溝と、こう溝ですね、ここを組み合わせることによって、パタッとこう収納して開くと、パーンと出る。もう外のね、ワンタッチのテーブルよりもスピードだけで速い。しまうのもそんな難しいことはない。で、ここまロックつけるかなんかして、こういう収納状態になる。で、実際登山とかに持っていくとなると、もう A4 サイズぐらいまでかなと思ってます。こんくらいのサイズですかね。これはソロキャンプとかに使うには、こんくらいでもいいかなと思ってるんですけど、重さ的にもね。ソロキャンプとな、登山とかになると、もうこれ重量まだ重いんで、あとかさばるし、小さくしたいですね。とりあえず現状、今プロトタイプ1号としてはギミックを考えて、ここまで作ってみて、問題点、あと物の寸法とかですね、その辺もちょっと吟味しながら改良をこれから加えていきます。裏から見るとこういう感じですね。これが当たって、これ以上は閉まらないんですけど、ここにロックをつけようかなと思ってます。カチャッとね、かけるようなもの、そしたらもうこうもならないんで、木の材質だったりとか、その辺も含めてちょっと軽い素材だったりとか、もっと薄くてもいいと思うし、いろいろ考えながらね、ちょっと次のプロトタイプ2号をね、近いうちに作ってみたいと思います。可愛いでしょ、このデザインというか。
このゴムの色を変えたら、まあ、赤にするとかオレンジにするとか緑にするとかすると、まあ、ちょっと個性も出るし可愛いかなと思いますね。まあ、プロトタイプ1号としてはこんな感じですね。ちょっとね、わざわざ完璧な2つ折りしなかったここの部分を作ったのは、まあ、このスペースを稼げますしね、少しでもテーブルが大きくなるかなっていうので、ここのスペースをあえて残してます。長板のところにこの厚みを入れれば、あのこの部分を作らなくてもいいんですけど、その分ちっちゃくなるんで、ちょっとスペース少しでも取りたいなと思って、ちょっと手間のかかるね、こういう真ん中に木を入れる形にしてます。ただ長板がこういう感じでついてますね。100均のヘアバンドのね、このゴムの強力で自動的にパンとこう開くようになってます。でちょっとあの外向きにオフセットじゃないな、外向きにこう傾くように取り付けしてあるんで、まあ起こした時も内側に倒れ込むってことは、まあ人が上に乗っかったりしない限りはないかなと思いますね。まあ、今でも別に重量的には少々のもの乗っても踏み台にはならないけど、ね、あの料理したりとか食材を置いたりここで何か切ったり何だしても全然問題ない強度はあります。もうちょっと細部をね、だいぶ煮詰めないとかっこよくはならないと思うんで、まず現状プロトタイプ1号としてね、今現状こういう感じです。まだ第2回、プロトタイプ第2号をね近々作ってまた公開したいと思います。それではね、このワンタッチのソロテーブルのプロトタイプ1号紹介を終わりたいと思います。それではまた次の第2号の動画を作りたいと思いますので、それではお楽しみに。さよなら。